広島科学塾始めます。今日はですね、ちょっと DNA で去就がちょっと不透明なバウアー投手、で新4番でございます。よろしくお願いします。バウアー投手、今年、YouTuberとしてもそうですし、仲良かとかですね、いろんなそのトレーニング仕方とか調整仕方全部公開していて、多分この日本のプロ野球に非常にこう何ていうんですかね、効果を及ぼしたと思うんですけど、バウアー投手どうですか、塾長から見て。そうですね、あのバウアー投手が多分他球団よりもDNA の選手たちへの波及効果抜群だったんだろうな。ああ、そうでしょうね。そこまで他の球団の人たちがバウアーを真似てる節がないんですね。うん。でも DNA だから知らんけど。バウアーの、当然、契約した都合上で言うと、いろんな秋分の方が優先された上で DNA 契約、最初そうでしたね、そのニュースが多かったですよね、してたんですけれども、練習、当然山崎康晃とぶつかったりした件もあるんですが、これは DNA に何が大きいかっていうと、一つはバウアーと山崎康晃がぶつかった件なんですが、要は言いたいことがあるならまず言えよって話。ああ、そうなんですね。で、その上で、そうじゃないと話し合わないよねって話をバウアーがぶつけたんですよね。ああ、そうですね。要はそう、忖度というか、そのチーム内の輪を、優先するあまり言わないと。なるほど。そうですね。ところが、バウアーは言いたいことを言ったからこそ、揉めたわけですね、山崎康晃と。当然、球団が間に入るためにもなりましたけれども。でも、やっぱり、DNA 選手の中だっておかしいものはおかしいと思った野手もいたはずなんですよ。そうでしょうね。バウアーの意見に、あれはやっぱりやりすぎ、いくら観客動員のためとはいえ、変じゃない、っていう野手もいたはずだし、当然山崎康晃の考え方として、あの考えはいいよっていう人がいた。そうですね、これをバウアーによって DNA の中で実は、外から見てすごく円滑になったなと、三浦監督がやりやすくなったなと、これ塾長、山崎康晃とバウアーとしては何があったんですか。結局あれですよね、パフォーマンスの問題ですよね。刀を出して、あれがいいか悪いか、あとバウアー投手の独断的なパフォーマンス、当然 YouTube の問題ですよね。バウアーだけ認められてやってましたので、バウアーはだから相手を奪三振時に刀を振り押して相手を打ち取ったみたいなことをバウアーがやろうとしてるの。でも、それに対してバウアーが公式、DNA の公式ツイッターでファンの皆さんも一緒にといったところに、山崎と矢崎投手が相手への敬意に欠けると待ったおかげだというところを言ったというところですね。それは違うだろうということなんですけど、これは当然双方の意見、と価値観の問題ですけども、ぶつけ合わないといけないのを、ぶつけ合わない仕組みになってたんですね、DNA。なるほど。そうですね、これをバウアーの方は、ぶつけ合う側にしたわけですよね。だから、ぶつけ合うから、要は、会話をするわけですよ。要は、行き違いなのか、自分の考えを伝える、バウアーにしてみたら、
私の中であったのは、自分の意見を伝えるような状況ではなかったと思うんですね、選手に。監督、コーチには伝えられても、選手にぶつける場はなかったと思うんですね。で結局、このバウアー投手、山崎康崎投手、まあ、いろいろあったんですけども、もう春先に和解してるんですよね。まあ、和解しましたから、で、これの後に、両方ともやっぱり話し合わないといけないよね、と。そうですよね。まあ、話し合わないとというか、意見の交換はしないといけないねって話になるわけ。そうですよね。ですよね。だから、断絶をしてたわけですね、DeNA の。まあ、知らない間にですよ。だから、できてたコミュニケーションのはずだったのに、できてないことをバウアーがあぶり出したんですね、結果として。そうですよね。そうですね。で、ここで結局野手と投手。だから、この後 DeNA の勝率が良くなるんですね。うん、恐ろしいことに、ね。はいはい、そうですよね。はい。カーブもね。三浦監督の方も、はい、コミュニケーションが取れてるんではなくて、忖度同士で、上辺だけコミュニケーションしてたって状態だったんですね。ああ、なるほどね。はい。そういうことですね、でも本当にぶつけ合ったら、まあ、今よくないですけども、まあ、昔の野球界だったら殴り合いになるぐらいのコミュニケーションがあったわけですよね、ふざけんなかもしれませんね、まあ、高橋由紀子と翔太みたいに、はいはい、ね、だからといってチームが弱いわけじゃないわけですよ、コミュニケーションは取ってるわけだから、このプレーを俺がしたいのにお前がなんてプレーしてんだって話、はい、そうですね。ですからね。これが本当の上辺だけだったのが、バウアーと山崎康明のおかげで、まずピッチャー陣が1枚になったんですよね。なるほどね。先発が先発、でもリリーフに不満はある。かといってリリーフだって先発が早いイニングでマウンド降りちゃうとか、まあ、フォアボール連発で自分の出番がいつかわからないっていう不満があった、これがバウアーと山崎康成のパフォーマンスの問題が原因、言えるようになったんですね、選手間で。要はコーチを介してではなくて、選手間で意見は言っていいんだっていう、あとどうですか、バウアー投手のこう波及効果って、そのコミュニケーションもそうですけど、調整とかですね、あの先発投手のあり方ですか、例えば中6日を考え直すとかですね、それがきっかけになったり、そうですね、バウアーがうまいのは、はい、うん、あの要は、まあ、よく言われる5、6回100球ってありますよね。ありますね。バウアーが言ってるのは、5、6回100球ではなくて、自分が投げれるだけであれば、投げて中へ、自分が次の中4日で投げる球数がいくつかなんですね。だから要は自分の疲労が溜まってる状態の場合は100球で降りてるんですよ。でも行けるときは、まあ当然自分の気持ちも乗ってる、ボールもいい、はい、で、はい、この試合勝てるっていうモチベーションも高いときは120球放ってマウンド、まあそのイニング6回7回投げ切って次も中よ。だから、バウアーの基準は、中4日は基準なんですね。はい、そうです。で、中4日が基準なんですけれども、球数が基準じゃないんです。はい、だから、本当に疲れてるときは、下手をすると100球ちょっとでマウンド降りちゃう。その意味でですね、沢村賞の選考委員会、これはあの元プロ野球選手が入ってるんですけども、結構オリックスの山本由伸投手が3年連続沢村賞を取れましたけども、
この中6日システムに対してやっぱバウアーの例を挙げたのがまず平松投手ですね。やっぱり中4日5日に投げてくると見本としてホワイトか、あと堀内投手ですね。やっぱり日本では中6日かけて100球、これでは勝てる投手も勝てないと、バウアー港投手、あと山田久志投手もそうだったと。まあ山田久志投手に関しては個人の見解だから DeNA の先発にもいい投手をいい影響を与えたと、塾長投手、例えば東投手とかにですね、与えたんじゃないかとかですね。そうですね、要は100球ではなくて、はい、中4日投げるための球数がいくつかなんですね。バウアー、一方で最近まで現役の監督だった工藤公康投手も、これ沢村賞の選考委員会なんですけども、やっぱり 現場の視点っていうところですね、持論で、やっぱ中4日だと米国ではトミー・ジョン手術も増えているのが現実だと、そうなってしまうと日本もそうなってしまう可能性が少なくはないというところ、まあ、そういった工藤の方は怪我に対してすごくシビアな、そうですよね、まあ、現役時代から怪我にシビアな、まあ、隔年エースと言われた人なので、うん、怪我で隔年だった、はい、そうですね、影響がある、はい、で、そうなので工藤投手の方、元投手監督の方はですね、その、平松投手や堀内投手や山田投手のことを見ながら、まあ、そういう先発たちは、先輩たちは投手の技術力が高かったと、リスペクトした上で、今の投手というのは体も大きいし、筋肉もついて力で投げる部分もあると、つまりメジャー選手に近づいてると。で、そこで急に中4日を導入すると、大変時間かかると、段階を踏むか、まあ、一気にそうすると20勝200イニング規定にハマる選手を作る上でも必要かもしれないと、まあ、多分工藤公康投手としてはだんだんと中4日に近づけた方がいいんじゃないかと、急にじゃないと、そうですね、あと工藤公康が言ってるのは、まあ、メジャーがよく言われてるようにトミー・ジョン手術が織り込み済みなんです、契約、そうですね、あ、そうですね、日本は解雇があるんですよ、手術イコール下手したら2年後に活躍しない、まあ手術で1年棒に振る、うん、要はメジャーは手術後の 1,2 年は面倒を見てくれるんですね、はい、そうですね、まあ、要は次の年だけじゃなくて、まあ、2年間ぐらい手術は1年ダメ、次の年とその次の年ぐらいまでの年俸は見てるんですね。そうですね、日本が1年クビってことを工藤監督は言ってると思うんですよ。ああ、契約スタイルは違うってことですか。契約スタイルが違いますよねと、だから簡単にバウアーバウアーって言うなっていうのは、うん、日本はだってその後活躍しなきゃクビじゃないですかと、うん、なので契約、みんな複数年契約等々の選手もいるので徐々に変えていくと、でその時に次々と契約体系を変えていくと、そうですね、いうのがいいだろうと、トミー・ジョン手術はありきなんだと、アメリカはもうトミー、まあ、今回大谷、まあ、トミー・ジョン手術とは言われてませんけれども大谷もメス入れてる、ダルビッシュもメス入れてる、マイケルもメス入れてる、その上で認められてるわけですね、うん、メジャー全球団が、うん、その FA だってトミー・ジョン手術がマイナス要件になってないわけですね、メジャーの、なってないですね、 FA なってないですね、だから日本は手術がマイナス要件なわけですね、そうですね、はい、投げれないんじゃないかと、活躍しないんじゃない、うん、だから工藤さんが言ってるのはこの手術イコールマイナス要件の日本の状態で中4日のバウアーみたいな評価を評価するのは危険じゃないかっていう、なんかこれは日本側の球団、我々もそうですし、
こう日本人のいろんなこう野球に関係する人のこう精神的なところというか価値観に、まあ、思い込みですね。思い込みで、そこでしょうね。それとバウアーが日本、まあよく、まあアメリカから、まあガリクソンも含めて、アメリカから日本に来た人が、まあ日本で感化してメジャーで活躍する投手、うん、まあ野手も含めて多いですよね。はい、まあいますよね。はい、いますね。バウアーも日本に来て吸収して変わった面があるんですね。その中4日、卓球がいいわけじゃなくて、中4日で投げられるボールの球数って卓球じゃないよねってことをバウアーが体現してるわけですね。120投げたり、110だったり、90球で交代したり。要は、マウンド、要は、もう一つは、自分の気持ちを前面に出さない日本野球のマイナス面を、バウアーは、まあ、うん、日本はちょっと批判され、気味に報道されましたけれども、うん、悪いプレーには怒りを表したわけですよね、うん、DeNA の野手。ありましたね。内野の守備です。ありましたね。はい。でもそれは、自分、チームが勝つためにそんなプレーありえないわけですから、そうですね、なんで出さないのって、なんでベンチがあれに怒りを表さないんだと。だから、うん、バウアーが怒りを表すことが問題じゃなくて、ベンチがあれに、まあ、言い方悪いけど、懲罰交代まで、交代まで行かなくても、やっぱり叱責がないわけですね、うん、ベンチ帰った後に。少しバウアーとしては、こう、行き過ぎた日本の野球のスタイルに対して、なんかこう、一石投じてるってことはありますね。一石を投じてるんだ。だから、バウアーが日本の野球をリスペクトしてる。すごく評価してるがゆえに、うんうん、悪い面を炙り出し、なんつうかな、その、いい面がいいわけじゃないよと。うん。いい面が悪く、対応してるんだと、うん、それは悪いんだと、うん、チームが勝つためにはそんなことでは勝てないよ。そうですね。逆に言えばそれは、やるべきは自分、まあ、日本だからこそっていう面があるのは外国人だからこそやれちゃうんですよね。そうですよね。だってもともと浮いてるから。もう、これはもう、絶対嘘ついちゃいけないですよ。日本人の外国人選手は日本のプロ野球界で浮いてますから。まあ、正直DeNA の守備、まあ、そのバウアー投手が怒って吠えたっていうこともありますけども、まあ確かにひどかったですね。ひどいですもん、あれは。で、あれに対して、ベンチの態度がしらっとしてることにバウアーが怒った気がするんですよ。ベンチだって、もっと、ベンチに戻ったら、交代とか、もしくはちゃんとベンチ裏で、注意するとかっていうのがなかったんですかね、結果は。だから何度も、これちょっと振り返ってますけど、あの前の時に、はい、まあ、あのプレーだけじゃなくて、あの前の時の自分が投げてない時に、ベンチが裏で注意しなきゃいけないプレーがあった時も、何もしなかったベンチに対する怒りもあると思うんですよ。まあ、塾長、ちょっと振り返ってみましょう。7月1日、DeNA ドラゴン戦なんですけども、6回、2点ビハインド、DeNA から見ると。はい。2アウト1塁2塁ですね。で、中日の岡林がセカンドゴロ。はい、DeNA が打ち取ったということなんですけど、マッキーとか内野主人がですね、3塁走者、2塁走者挟みながら全てを生かしてしまって、オールセーフと。で、2塁満塁になってしまったと。ここでバウは激怒して、大声で叫んだと。その追いかけてタッチすれば終わっていい場面だったんですね。
そうですね。でここで怒りが収まらない場合に対して牧が近寄ってなだめたと。でスタンドのファンたちはバウアーの連行をして激勝と。投手コーチもマウンドに駆けつけてなだめたと。で今度のバッターは、岡林、次は高橋ですね。はい。で最速の159キロ速球投げ込んで、最後158キロでピッチャーゴロ。で一塁の外にボールを通すことなく自分で走って、普通だったらまあ一塁手投げるんですけども、自分で一塁スタンド、一塁まで走ってってボール一塁スタンド投げ込んだと。そのシーンにも怒りが、溢れているようにも見えたと。でまた一塁に、一度もう一回叫んでベンチに戻って6回消えてったと。でここでちょうど打順が回ってたんで、代打が送られてバウアー交代だったんですけども、10安打2失点で節目にならなかったってことなんですけども、まあこう西一塁二塁でですね、セカンドゴロでオールセーフってこれはひどいですね。まあちょっとひどい守備でしたね。だよね。あの時はね。あのマウンドにバウアーなだめるんじゃなくて、守備コーチがいて、うん、内野陣を一括するぐらいの守備なんですね。そうですね。で、まあバウアーが一塁に走り込んだって言いますけれども、あの。申し訳ないけど、外のベースに入るのも遅いんですよ。そうですね。バウアーの一回、まあ、ああいう投球の状態が分かってんなら、もっと早く入んなきゃいけないのに、入ってないからバウアーが走ってっちゃう。そうですよね。だから、あれは、投手コーチが行く、まあ、当然、ルール上は投手コーチがバウアーなだめる手はあるんですけど、そうじゃなくて、あの場面下手をすると、まあ、ルールに乗っ取らないベンチ、下手すると新庄と中島監督ぐらいだと、野手コーチをマウンドに生かして守備陣一括の可能性がある。ああ、なるほどね。問題はないし、ね。バウアーの問題じゃないんで。じゃないですね。カドゥース、ね問題は野手なんで。はい。だからそれが怒りのバウアーの問題なんだから。うんうんうん。で、バウアーはそうは言ってもサイヤングだし、すごくクレバーなピッチング、ピッチャーですから、うん、怒りに任せた投球をしたことはないんですね。ああいう場面。それじゃサイヤング取れないですからね。はい、いくら、あの、流行り病の時だったって、うん、だって、圧倒的な、要はさ、まあ、結果として32億を勝ち取るぐらい、メジャーが全球団が認める、うん、要は、まぐれのサイヤングじゃない年俸を。そうですね。はい、その時。を取った人ですから。だから、それをもし考えるんだったら、多分中島監督とか新庄監督ぐらいだと、まあ、新井監督もやりかねないと思うんですけれども、カープの。多分、野手コーチが野手を一括しに行くかな。それでバウアーの気持ちを収めに。これ、バウアー投手、最後、まあ、怪我したりしてですね、カーフとの3年の、まあ、CS で出るか出ないかと。なかったですからね。はい。で、あの、契約の絡みって、まあ、あの、賃貸してずっとホテルに住んでたと。まあ、当たり前といえば当たり前ですし、まあ、いろんなね、プライバシーを考えればホテルに住んでた。で、まあ、今シーズン終わったので、それを引き払ってですね、まあ、休養、ということと、まあ、暖かいっていうこともあるんでしょうけど、オーストラリアに静養すると。で、今後ということなんですけども、去就はまだ不透明なんですけども、まあ、非常にこう、世界最高の野球ファンだと。日本はですね。まあ、もちろん DeNA ファンは。皆さんの前で1年間プレーできたところは光栄だったと感謝の言葉を残していると。いうことなんですけども、
非常にこうバウアー選手って一流の実力もありますけど、何かこう謙虚に日本の野球も学ぶし、いい部分はあったと思うんですけどね。そうですね、まあ、結果として、まあ、女性に対する対応も結局、まあ、半分無罪放免な結果なんですよね、はい、ちょっとトラップやってる、なんかこう引っ掛けられたところはあるような気がしますよね、まあ、まあ結果としてはそう見られてもおかしくない、いや、要は賠償金も何もない話ですから、まあ、要はそのための示談が成立してますけれども、うん、まあ、アメリカ球界上は、はい、バウアー今シーズンの復帰もない、まあ、来シーズンの復帰もないんですね、うん、でバウアーはある意味野球がやりたい人、そうですね、それは間違いないですね、多分日本球界でやるんだとは思うんですよ。で問題は年俸がどこで収まるかな、はい、うん、今あのネット上の、まあ、いろんな人の噂、まあ、これプロもプロじゃない人もいろんなこと含めてなんですけども、上茶谷投手と仲良くって上茶谷投手にクラブをプレゼントしてる、だから最新のそのバウアー投手の YouTube の構成等と、あとドジャースのベッツの発言とかを踏まえるとですね、まあメジャーリーグ復帰の線で動いてるんじゃないかという意見と、塾長がおっしゃる通り、やはりあのそれが難しいということで、DeNA 以外なんじゃないかと、DeNA 以外の日本シリーズ、日本チーム。そうですね、今の状態ですと、まあ、メジャーが選手不足はしてるんですけれども、現状はですね、やっぱりメジャー復帰は、あの日本が、まあ、ジャニーズの問題等々を含めて、甘いんですね。そうですよね、こういう問題に対して、アメリカは申し訳ないけど現実にあったなかったにかかわらず、うん、こういう問題に対してはものすごく厳しいとなるとですので、もう今シーズンは来シーズンも戻れないとなると、まあまあ、このいろんなメキシコとかいろんなところ、韓国とかありますけど、日本、基本は払えるのは日本だけだと思うんですよ。要は DeNA が当然今シーズンの成績に対して現状維持4億はないし、だって現状維持が4億ですから、そうですね、現状維持はないわけですよ。だから多分 DeNA の表示は8億だと思うんですね、倍。払えるかどうか、あの、DeNA の財務上の払えるかどうかは別にして、バウアーの今シーズンの成績から払わなきゃいけ、あの、出さなきゃいけない年俸は8億だと思うんですね。うん。今の世論としては、一般的世論ではソフトバンクが出てくるんじゃないかと。でも、世論の圧倒的はメジャーリーグに戻るということなんですけど、塾長はメジャーには戻れないと。あの、戻れないんじゃないかなと。ああ。現実が、要は、ここが、日本が、その性的なことに対して、ものすごく甘いと私は見てますので、アメリカは、めっちゃ厳しいですので、だから、バウアーの契約上は、シーズン途中でもメジャーオファーがあったら戻れます、8億だと、そう考えたときに、ソフトバンク、まあ、DeNA そのまま維持か、その他のチームっていうと、まずどこです、どうでしょうか。私はメジャーリーグへの、まあ、もう一騎打ちだと思います。ソフトバンクと DeNA しかないと思います。ジャイアンツは入れないです。そうなったときどうですか、どちらに行きそうですか。まあ多分 DeNA でしょう。DeNA でそのまま行きそう。ただ DeNA が8億が払えるかどうか、はい。要は今シーズンの活躍に対して倍は払っていいでしょうと。ただそこの金額が8億なので、そうですね、それが
7億とか6億しか払えないとなれば、当然10億か11億近く、まあ複数年契約する、を打診するかどうかはわからないですけれども、多分ソフトバンクしか対抗はない。で、両チームに対して付帯条項は、シーズン中、シーズン中メジャーからのオファーがあった時の交渉 OK はあると思うんです。メジャーに復帰したいのは事実なので、ただ、メジャー球団がこのオフ、バウアーと契約交渉するって話は全く出てないので。そうですね。なので、バウアーとしてどうですか、ソフトバンクに移動するその DH の良さとか、まあ良さもあるでしょうし、一方で、まあ球場が広いっていうのもあります。まあ、打線はまあ、打力は割合パリグが高いかもしれない。私は多分ね、バウアーがソフトバンクには私は行かないと思います。やはり要は8億ないし9億の契約を DeNA が、はい、DeNA が少なくともそこで出せれば、はい。それをソフトバンクは上回る契約じゃないと取れないのはソフトバンクは分かってるので、うん、ソフトバンクは掲示してくる。だから10億とか12億って話、ソフトバンクから出てる、はい、だとは思うんです。でも、まあ、今シーズンのバウアーの活躍を見て、まあ、当然ドジャースが32億補填した上での4億契約。はい、とはいえ、今シーズンのバウアーの中4日、まあ、球数に関わらずの中4日とかね、まあ、チームの勝ちの貢献度等々で見ても、やっぱり2倍だと思うんですよ。ああ、なるほどね。普通に考えたって2倍だと思うんですよ。山崎康明のリリーフで良かった時だって2倍だったり3倍だったり出してるわけですから、基本中の問題ではなくて、はい、やっぱり、うん、まあ、基本給2倍の出来高いくらつけますかっていう、まあ、これは基本線だと思う、はい、その基本線が高いとは私は思ってませんので、うん、ただ DeNA の財務上が出せるかどうかだけなんですよ。そうですね。ファンネルね、売り上げがどれだけバウアーとして上がってるかっていうのもありますね。そうなんですよ。グッズとかいろんな面で、どうするのかなとは思うけれど、基本は、基本給8億に、8億プラス出来高。だって今年の成績見たら倍でいいでしょう、はい。そうですね。はい。いうことなので、ただもう対抗馬はもうソフトバンクしかない。ほぼ楽天もオリックスもジャイアンツももうこの価格交渉上は落ちてますので、じゃあいずれにしても来シーズンバウアー投手が日本で投げるとか見られそうだということですか。多分日本では投げます。ただシーズン途中でメジャーからメジャー契約の話が来た時には、はい、各球団メジャー契約の交渉は認めてくださいの付帯条項はつけると。はい、わかりました。はい、塾長ありがとうございます。ありがとうございます。どうもお願いします。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。